自動車運転席下部のペダル。左から、クラッチペダル、ブレーキペダル、アクセルペダル、クラッチペダルは、マニュアルトランスミッションを搭載した自動車などで、クラッチを操作するための足踏み式の部品である。クラッチペダルは運転中に、左足で操作しやすい位置にあり、多くの場合は、ブレーキペダルの左隣にある。ペダルの動作は、コントロールケーブル、または、油圧回路によって、 クラッチの断接機構に伝達され、コントロールケーブルの場合はペダルを踏むと、ケーブルを引き、油圧回路の場合はペダルを踏むと、マスターピストンを押すように採用する。テコの原理を利用して、ペダルを踏む力を小さくするのと同時に、操作ストロークを長くして、ハンクラッチと呼ばれる操作を行いやすくしている。クラッチペダルの踏み込み加減を浅くすると、 クラッチが滑りながらエンジンの動力を部分的に伝達する半クラッチと呼ばれる状態になる。発進する時などに滑らかにクラッチをつなぐことでエンジンをストールさせたり、車体の挙動を不安定な状態にすることなく運転する技法である。一方でクラッチを滑らせている状態なので長く続けるとクラッチの摩擦剤を早く摩耗させ加熱により 摩擦係数が著しく低下する、フェード現象が発生する場合がある。シンクロメッシュ機構が備わっていないトランスミッションを搭載している場合や、シンクロメッシュの作用だけでは十分ではない場合など、変速機構の回転速度を同調させるために、ダブルクラッチと呼ばれる運転操作が行われる場合がある。常時噛み合い式トランスミッションの変速機構は、 噛み合いクラッチの一種であり、発射軸と同じ回転速度で回転する、クラッチスリーブの噛み合い場と、動力伝達歯車の側面にある噛み合い場とが、噛み合って、軸と歯車の間のトルク伝達を行うが、互いの回転速度の差が大きいと噛み合い場が引かれて、接続できない場合がある。ダブルクラッチは、シフトダウンの際に、トランスミッションの変速操作の途中で、ニュートラルとなった時に、 一旦クラッチをつないでエンジンの回転速度を上げ入力側のクラッチスリーブの回転速度を速くして出力側の歯車の回転速度と同調させる操作であるクラッチペダルを踏んでシフトレバーをニュートラルの位置に操作しクラッチペダルをつないでアクセルペダルを少し踏み再びクラッチペダルを踏んでシフトレバーを任意の変速弾の位置に操作する シフトダウンの一連の操作の中でクラッチペダルを2回踏むことからこのように呼ばれる。トランスミッションをニュートラルにしないままクラッチペダルを踏まずにエンジンを始動させると車両が走り出して事故につながる恐れがあることから日本国内では1999年7月以降より新車で販売されている MT 車にはクラッチペダルを踏まないとエンジンがかからない。 クラッチスタートシステムの採用が義務付けられている。ありがとうございます。